はい、パーティーゲームがお送りする実況プレイアルケミックダンジョンズデラックスの続きをお送りいたします。さて、ちょっと前回のパートなんか私の音声がえらく大きかったような気がしたので、ちょびっとだけ私の声のボリュームを抑えました。はい、レベル5知られざる秘境にですね、まあ、前回から挑戦し始めて今6回まで来ましたという段階でございます。はい、サイクロプス非常に体力が多いです。攻撃力も高いです。さーて、こいつももう出るんか。リビングアーマー、あいつも結構やばいんです。一定確率でね攻撃をガードしてきます。ミスして当たらないこともあるし、ガードされて当たらないこともあるので、まあ、結果として大変倒しづらららら。おい直そうと思ってうろうろしたらまた乗っちゃったよ。あ、違う違う、麻痺のついじゃない。今のは俺が混乱してました。あ、うろっこ、うろこうろこもね、これなんかあるんだよな、なんか。そうそう、うろこの鎧っていうのもある。状態異常を防げる装備してる防具すべてプラス的。ちょっと待てよ、結構いいなこれも。防具的にはミスリの鎧とかよりには劣るけど、まあ状態異常が防げる高確率ね、結構大きいですね。さっきのこれもちょっと気になりますね。全ての防具プラス1、どっかきかな。でもはい、これで鱗の鎧ができて、一応一通りそれなりに強い装備はこれでね揃いましたね。はい、矢の補充と、悪くはないはずなんですよ。肉食っときましょうか。ちょっとただ今ちょっとこう罠にはまっちゃったっていうのが、なんか罠対策しときますか。もうテレポートの薬食って、地図の魔石でこれをまあ、どれでもいいんで、エンチャント2で、これで罠を 100% 回避できるので、まあこういうのにもね、怯える必要がなくなります。この罠 100% 回避って結構でかいと思うんですよね。その割には結構手軽に、エンチャントできるので、まあ、まずはつけといた方がいい、おすすめのエンチャントですね、これは。本当に。あんだけクリティカルが出てるのに倒せないというだけで、やっぱり射撃能力が低いっていうのがようわかりますわね。はい、今のですねガード取れました。ガードされるとまあダメージ無効化されます。炎の杖すらガードすることがあるのでかなり危険です。ほんまにガード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 って言ったらもうムカッてするんですよね。本当に冗談じゃねえみたいなこと結構ありますよ。この杖ゼロになった杖はね投げつけて、まあ、最後の1回使えると、まあ、そんな感じでございます。あ、ちょ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 、まだ今のところすんなり倒せてるからまだマシですけども、まあ、とりあえず当然あれの上位版とかが出てきますから、まあ、そうなってくると厄介ですね、やっぱり。ちょっと、なお、はい、シェイド。一度攻撃、まあ、要するに攻撃してるときしか姿を見せないっていう敵です。あれがやばいんですよ、こう。あ、敵1体しかないね、余裕余裕とかって言ったらいきなりひょこって横から出てきたりして、まあ、右からも左からも出てきたりなんてこともまあもちろんあるわけですから、一気にピンキになるんですよね。
でぼちぼち攻撃力高いですしね、あの姿を見つけるってだけで厄介ですね。あーもう、ちなみに地図の魔石を使ってフロア全体をねこう見える状態にするんですけど、それを使うとああいう目に見えない敵も地図上にちゃんと表示されるので、途端に雑魚になります、はい、待ってよスネーク、こいつポイズンなかったかな。ミノタウロス、これはもう単純にやっぱ攻撃力が高い。あとねクリティカルをたまに出すとかじゃなかったかな。ようやく草アイテムが充実してきたと思ったらキノコ1個しかないな。ミスリル、ミスリルの鉱石がもう一個手に入ったら鱗の鎧からミスリルの、どっちがいいんだろうな。下手にも変えない方がいいっていうのもあるんですよね。でエンチャントで防御力を上げるという手段もありますので、青まな板うじゃいうじゃいうじゃいってうん、あしかも今あれだな、オイルが作れないから焼肉が作れない。ちょっと満腹度の確保と遠距離攻撃の確保がちょっとまだ今不安な感じですね。天の魔石、これも大事ですよ。全ての杖の回数を回復します、使い切っても捨てずに置いといて、これでバーン回復すれば非常にこうエコな感じですよね。エコな感じ効率よくね、進められるというわけですけども、待ってくださいね、まあ、どういう状況だね。矢はいいか、まだ矢は、あ、矢を充填しておきましょうか、少しだけ。それはいいんですよ。何があかんのだろうな、今。そう、種が欲しい、種が。種使って焼肉したい。種使って焼肉したい。ちょっと、おかしなフレーズですけど、でも、あの上のやつは焼くだろうな。で当たらん。どう考えたこのバルキリー、確か回避率 25% とか言ってましたけど、言うほど回避しないですね。ちょっと1個だけあるとこか。まあやっぱり運は所詮運ですからね。ゴーレムか、これもやばいんですよ。ゴーレム系もね、ゴーレム系は状態上は全然効かないですので、麻痺の杖とか意味ないです、全部、だからもう真っ向勝負で戦うしかないっていうね、大変厄介ですから。マナストーンばっかりなんか余っていくのがすごいもったいないので、ちょっと待ってくださいね。消回復の杖作っとこうか。はい、作れる時に作っておきましょう。はい、あ、そっか、だって万が一の時のためにテレポートの薬も一応一個持っときたいんですね。オイル使っちゃうからちょっとどうしようかなと思ったんですけど、ほんまにピンチの時はもうあれを飲んでどっかよそにテレポートすることを願うばかりですね。そういう場面もあります、やっぱり。違うな、種が欲しいんだけどな。はい、種。ああ、こんな風にマナストーンが食べられてしまいます。そして戻ってこないっていうね。あ、ああ、そうね。
当然指輪は一つしか装備できませんので、いやでもクリティカルに耐えるかよりかはね、えやっぱり 100% 当たる方が多分これから先のことを考えたら絶対そっちの方が強いと思うんですよね。マナ板は地面に落ちてるマナストーンも食べちゃいます。さてカリガン、ちょっと待ってくださいね。あおおいこら、もういくら誤ってるかだってあんまり食べられても困る。ちょっと待って、そろそろこの方をなんかうまいこと使おうか。ちょっと今レベル8、レベルアップの薬を使ってレベルアップした直後にグイッと飲んでもう一個レベルアップみたいな、のもいいんですし、まあ長所である気力とか力をもう着実に伸ばしていくのもありだと思いますし、武器ね、でも武器もう正直言うと武器はもうちょっと強いやつが欲しいは欲しいです。コバルトのゲーム十分強いんですけども、もうワンランク上が欲しいのが本音ですね、俺の中では。ワンランク上がって言ってもまあでも十分強いんだな、これでも。ちょっと待って、考えさせてください。魔力じゃない、気力をやっぱり上げていく方向がいいのかな。あと混乱の薬が必要になるんですけど、混乱の薬はキノコ2ついるので今は作れません。とりあえず1回降りましょうか。9回ですね。キノコ、グリーンスライム、毒持ちのスライムですね。はい。ほい。流れはね、悪くないんですけどね。こんな感じ。はい。いいよいいよ。大丈夫。必修があるから、もうこのモンスター何回攻撃したら倒せるって分かってさえしまえば、あとはそれを軸にしてね、ちゃんと計画当たって。あー、ちょっと待ってくださいね。これもね、大変やばいアイテムなんですよ。エリクサーと同レベルで、あくまで即死って書いてますね。これ飲んだら即死します。相手に投げつければ当然相手が即死します。でですよ、ちょっと待ってくださいね。まず肉壊せてください。ちゃう、あーどっか飛んでった。ちょっと落ち着こう。俺今何したよ。ちゃんとアイテムじゃなくてクラフトの方を選ばないといけませんからね。これ皆さんも注意してくださいね。連打してたらあーってことあるんでね。デモニウムの鉱石を、そうよね、作ることもできるんですよね、ここから。そのデモニウムの鉱石が、まあ、それはかなりやばい武器になるんですけども、これデメリットがあります。例えばこれだったら攻撃力が上がるんだけど、自分にもダメージがいくとか、さっきのこれだったらね、攻撃力すごい上がるんだけど、防御力が下がるとか、ちょっとデメリットがあるんですよね。で、これを使うと、これ世界全体の敵を即死させる。これももちろん恐ろしく強いですけども、これで杖を作ると、そう、火の杖振って
敵即死、これが6回も使えます。これがあれば、まあ、状態上、まあ、状態上が効かない敵でも大丈夫だったと思うんだけども、本当にやばいと思ったらもうこれでもうボコボコにしてしまえばいいんですっていう大変恐ろしい杖です。うん、非常に強いです。これもまああるのとないのとではだいぶ攻略のこう楽しい難易度に差が生まれます。まあ、こんな風にね、レベルのダンジョンのレベルがね上がっていけばもちろん敵も強くなる、素材も手に入りにくくなって大変なんだけども、作れるものが増えて中には本当に本当に、あ、やがなくなった本当にやばいレベルのねものとかあるので、そういうのがこう身について強くなっていくと楽しくなってきますね、やっぱり。はい、また雰囲気が変わりました。器用さの薬か、俺が器用さはあんまり欲してないからなそこですよね、そこ、そこが問題なんですよね。今なんぼ器用さが8か、多分ね、器用さの数値を半分で割った数字が1回のクラスで作れる矢の数なんですよ。だから今4本使ってます。これ器用さが10まで上げれれば5本になって、ほんのちょっとでもね、やっぱりこれはもういらんわ、ほんのちょっとでも楽にはなると思うんですよね。使う、さてさて、まだまだこの辺はね、多分序盤だと思うので、油断せずにね落ち着いていきましょう。あります、ほら、これ石の矢か、どっかで使おうか。大丈夫、これ撃つってやればね使えますからね、装備してなくても。はい、あおインプ系はね、確か混乱持ってたような気がするんですよね。やばいです。ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってくださいね。弱体化の魔石を作っておこうか。なんか手持ちが結構今溢れかえてますね、だいぶ。そう、出てくるアイテムの種類が増えるということは、この30個の枠の中でやりくりするのが大変になっていくということでもあるので、例えば肉とかももう2つでいいやとかね、もうね、これ持っときたいけどもういいや、諦めが肝心だけどね、置いていくとかね、それが大事になってきます。限られた、まあね、手持ちの中でうまくやりくりしていけるかっていうところもやっぱりローグライトの魅力ですよね。しかも今作は風来の試練みたいに、風来の試練でいうところのあれなんだっけ、保存の壺みたいに、要するに持てる数を増やすようなアイテムは存在しません。はい、余計大変です。ですから、存在しませんって 3DS 版の時点ではだったんで、なんか増えてる可能性はありますけど、ほら、さっき進んじゃいましょうか。
ボンボイヤ。あー寝ちゃった。やばい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 。遠距離攻撃で眠り属性付き魔法攻撃になります。あとあとね麻痺の杖で麻痺させて、まずこの目の前の敵から衝撃させる。でじっくり倒すと、うん、こんな感じですね。で今重点の魔石を私持ってますから、ね、火の杖もゼロになったらまた回復すればいいんです。ね、なんぼでも使えるという。はい、ああいう時にだから貴重なアイテムをバッと使える大胆さも必要ですよね。後ろから来てるのゾンビですね。非常に体力が多いです。あと毒だったかな、あいつも中盤以降もうね何かしら状態異常をふっかけてきます。あ、こんなの薬が作れるようになったんか。で、あれば、待って、なんかやろうと思ったら誰か来るんだろうな。今状態異常せいだって書いてましたね。これのおかげですか。さて、でこれと金のリンゴで記憶の薬で、あ、記憶の薬からまた重点の魔石が作れちゃうけども、これそんなにいらんかな。まあ、あればあるほど助かるし、杖はそんなに同じ杖をね何本も持っておく必要もありませんから、重点の魔石作ってもいいかもしれないですけど、どうしようかな、作っとこうか。2個目そっちの方が将来的に役に立つかというのを考えてね、行動する必要がありますけども、鉄の弓か。てか鉄の弓にしちゃおうか。どうすんだろうね。はい、まあどこしていいや。でも攻撃力高いな。魔法攻撃って結局防御が高くさえあればいいっていう話でもないのでちょっと難しいんですよね。確かに手順に合成した後にミスリルが2つ揃っちゃったな。どうしようかな。ミスリルの鎧作れるなぁ、これで。ミスリルの鎧が防御力11、プラス3なんですよね。だいぶ上がる。武器。あの、コバルトの剣とミスリルの剣だったら大して変わらないので。釣りでの弓っていう手もありだな、やっぱり。でも改めて弓を作り直してね。それいきますか。ちょっとね、あの、かけ着替えな感じでしたけど仕方ないこればっかりだね。これとこれで釣りでの弓が作れますと。それは用なし。で、できればここにさらにパワーアップの和石をつけてしまいたい。そしたら器用さが少なくてもだいぶ補えると思うんですよね。ちょっと待ってくださいね。器用さの薬を作らないといけないか。
重点の魔石ギアだね。ああ、魔法宝器なんだけか。大したことないな。こういうのもありなんだよな。まあでも、まあもう、賢者の石は絶対触らない。まあちょっと後に考えましょうか、これは。これでまただいぶ強化はされたと思うんですけども、うん、だいぶ射撃も強くなってきたんじゃないでしょうか。はい、ということで12回ですけども、ちょっと今25、6分ぐらいになりそうなんで、このパートはここで終わりとなります。危機感かかるね。もっとね、ちゃっちゃと進めたいんですけど、ほんまにこれ、うかつな行動で、あっちゅう間にピンチになりますから、本当に。こんだけね、そろっとじゃ大丈夫でしょう。いやいや、そんなことね、どんな敵がおるかと、どんな敵がおると思ってるんですかと、いう話なので、はい。まあ、慎重かつ大胆かつ、まあ、可能な限りスムーズにということで、ね、引き続き攻略を進めていきたいと思います。はい。はい、ということで、アルケミックダンジョンズデラックスのプレイ動画、次のパートに進みます。